感じで、いやすげえ、どんな感じだよ。いきなり元気やめてくださいこの間元気じゃなかったからって、取り返そうとすんのやめてくださいよ。酔ってんだよもう。確かに今日飲んでもうダメ。今日みんなまあまあちょうどよくベロベロな感じしてね。ラテッコ見てるか。あ、見てるね。これは ね、なんか今日ミスもなく何にもね。今日はミス、さすがナトチブさん優秀。全然治んないよ俺は、うん、治るって何かだよね。リハビリ期間もあるから。いや結構言われるやっぱ。え、うん、いや、あ、もう治りました。治るかいって、複雑骨折だって言ってんのに言われるやっぱ。みんなでも骨折経験がないんでしょうね。ね、ほんとね。やっぱりってやろか。僕もないですけど、シュリ君もないでしょ。どうする？これめちゃめちゃありますよ。あ、めちゃめちゃあるわ。もうめちゃめちゃあるめちゃめちゃいらねえよ。俺は今結構体頑丈っすもん。これ体頑丈っすもん。折れたら強くなる。あ、よりね。どこ折ったことあるの？まず指2本。指2本。でも触、あ、伝わらないけど、触ってほしい。肩を高くお前。触ってほしい。ハック言うやめて。俺のジャスティン・ビーバーかてめえや。新しいな。これ指投げる。まずこっちから触ってほしい。ここ。なんもないですよ。こっち触って。あ、いや、めっちゃ反ってる、ね。そう、めっちゃやばい。まあ、こんだけなんだけど。合コンか。シャリ君、なんで事前にそのぐらい言ってくんないの？いきなり打ち込むの。事前に言ってくれたら、心がかりあるじゃん、俺だって。憎しんでるわけじゃないんだからさ。常に心構えてないと。え、そうなんだけどさ、宮本武蔵郎いらねえんだよ。武士道とは、ね、死ぬことで見つけたらいらねえんだよ。油断できるの、ほんと恐ろしい男だから、シュリ君は。まあ、そんな感じで。あー、でも12月だからね、今月はね、イベントいっぱいあるから、ミルキいるよ、いるいる、すぐ来るから。うんこしてるよ。うんこ、おそらくね。うん、こんなん出ましたっつって。そう、あの、イベントの話とかしないと怒られちゃうから、すぐするけど。あ、もうすぐ行く？すぐ行きます。あ、先に行こう。今月もいろいろあるけど、ん？ 29 が締め日。うん。言ったかな？匠来ないし、匠っていうな。お前だけは、お前すげえな。お前すげえな。F すごいね。F すげえな。漢字間違える。で、よいしょ。29が締め日で、28が、あれ、28がリクラスト。リクラスト。ラストイベント。ラストイベント。締めまでいるよ、リクは。だけど、ラストイベントで、さらに23から23から29まで、ね。9までが、七原修也バースデーイベント。セブンデイズ。1週間。で、さらに、まあ、クリスマス。クリスマスが24、25クリスマスイベントがあって、で、29が締め日で、31、2日が、あー、なんか、スペシャル営業。指名で来れるかどうか知らないけど、なんか、いい感じで営業する。不思議な営業するよ、みたいな。はい、でも指名で来れるじゃない？来れます。来れるけど。来れるけども。なんか、積極的にヘルプつかないかもしれないから。あ、人が少ないから。人が少ない可能性があるから。鬼でもいいなら来いよ。いいなら来いよ。はい、好きなら来いよ。そういうスケジュールになっております。クソが。いい入り方。クソが。いい入り方でしょ。去年もやったしね、ほんとね。また去年は。去年楽しかったですね。いや、楽しかった、マジで。うん、日本酒でね、マスでめっちゃ飲んで。楽しかったよ。楽しかった。休みなのに出なきゃいけなくて、楽しかないっすわ、なんも。いやいや、強制力があるわけないんだから。自由だからね。うん。でも客が来たいっすなら、行けばいいじゃん。俺は家にいたい。じゃあ家にいる。出なきゃいいじゃん。ダメだって。主任だから。ああ、いや、そうなんだ。あるよね、そういう、あの、しがらみもね。そう。しょうがないよね。ま、ぶっちゃけトークはここまでにして。え、こっからだけぶっちゃけとくない？こっからはぶっちゃけなし。なんでだよ。番組で考えないといけない。あ、確かにね。写真行っちゃおうか、一回。早っ不安だから行っちゃおうか。先にスケジュール行ったっていうことですよね。そうそう、あとやりたい放題ね。あともう。あと。あと55分間。ニコ生見たで、何もない。ニコ生見たって言ってくれたらそれでいい。初回ね。あ、あと
と趣里のバースデーがあります。ありました。終わった、終わったよ、うん、お前お茶だっただろ。お茶じゃない、お茶だったっけ。まあそれ言うのはいいんじゃないかな。まあ趣里君がそういうんだったら、まあそういうのはいいんじゃないかな。こんなん女が悪い。まあそうだね俺は悪くない。来ない女が悪いでいけるよ、ホストが。俺も同じ考え。売らさない女が悪い。売れないのは。客が悪い。その、選択肢の女たちもいなかった時だよね。あ、ガッと行きましょう。行きますか。はーい。あれ何これ、何、ねえ、次、行ってください。ねえお前今日もう何もねえだろ。いや、これ俺撮ってないの分かるでしょ、だって。俺が撮ってないでしょ、どう考えたって。確かに。バカじゃん。いいね、後ろのやっぱポスターおしゃれよね、ニコの、ね。そこじゃねえだろう。いや、実はそこなんですよ。これ僕が撮ったんですよ。あら、天才。いや、水木、こう撮りつつ、でも、あ、後ろにこう、ね、これを見た鉄板のポスターがあるから、コブラ。来年あたりにちょっと新しい洗剤で撮りたいなっていう案件を出して。新しい洗剤、ね、ちょっと映像残るバージョンでちょっと送ってみたら。便座の後ろも綺麗にしてますよっていう。そうそうそう。あ、トイレも綺麗だし、うん、これ営業後なのに、はい、ああいうとこに座っちゃう人間ですよってことだね、うん、はい、次いいなあらあ、これもトイレ、これ違うんですよ、今日じゃね、今日じゃね、今日だった、あ、さっきだ、後ろかな、後ろのポスターかな、じゃあこれもあ、後ろのポスター、周年のね周年のポスター、うん、こっちの方がね、俺結構働いてるのに周年のポスター載ってなかったんです、銀さんが、え、マジで、なんで悪い、いや、ほんと気持ち悪いなと思って、そういうとこだよね、クラブラテやと思う、ルックスで全て決めてるんですか。確かに、いや、バカじゃねえ、まあ、ある意味鉄板みたいな、だけど、ある意味鉄板、平べったいっすって、はい、ある意味鉄板、やめろやめろ、よくわかんない、甘塚金銀のある意味鉄板、はい、次行きましょう、次ある意味今次行ってんな、あ、かわいい、あ、楽しそうじゃないか、大理石持ってからだ、これはまた後ろに注目しちゃってるそれこれちょっとなんか知り合いのバーに行きまして、あー、はい、ちょっと久々にね、骨を、うん、なんか骨折れてるけど、なんかストレス溜まるからやっぱ家いたら、あー、まあそうですね、飲んでみようかなって、飲んでみて楽しくなってスノー取っちゃったっていう、かわいい、いい、俺とコウアとダイヤっていうね、いい、ダイヤがちょっとね酒弱えから、マジでダイヤでも頑張って飲むっすよ、あいつは、まあ飲めないっすね、あんま強くない、ね、今日もベルベルだったよ、ね、彼でも頑張りすごいよね、そうそう、俺はもう高く評価します、ああいうの、幹部に近いんじゃないかって俺思うけど、ね、じゃあなんかホストクラブで一番しょうもないやつが俺思うのが、ごめんなさいね、話腰折って、うん、酔った人間にお前酔ってしょうもないなっていうやついるのが一番俺しょうもないと思ってて、お前、うん、そっちの意見なんだ、いやいや、そりゃ酔うまで、うん、飲んだら酔うし、うん、酔うまで飲んでる、うん、酔うまで飲んでること評価してほしいし、俺もそう思う、そういう評価をしよう、うん、まあ酔ってしょうもないなじゃなくて酔うまで飲んだねって言って褒めてほしい、うん、あ、誰にも褒められないんだったら誰も飲まなくなっちゃうよ、うん、そうだよね、みんなどうせ飲みたくないんだから、うん、ホスなんて言うたらね、毎日飲んでるからね、まあぶっちゃけここまでにして、なもうなんだそれ、あ、毎回やるのかと、はい、次次も楽しみだわ、あ、中本、次、あ、なんだこれ、あ、これシェリー君、でかい声で、これシェリー、あ、中本、心の声、うん、なんかおしゃれ、この中本のなんかクソみたいなラーメン、中卒って書いてません、中本だよ、ああ、はい、中本だよ、誰のことかなと思って、うん、何今、そういうそういうね、もう中卒のホスト好きだよね、俺はかっこいいなと思うけど、俺もかっこいいと思うし、小卒の方がかっこいいけどな、かっけー、一人小卒いるからね、うちの店は、いたんだ中卒、いっぱいいるっしょ、いや、小卒は一人だよ、中卒は何人かいるだろうけど、振らないのかな、今日銀さんいろんな人に話振るってさっきミーティングで言ってたの、 これ誰が、はい、次、え、ちょ、ちょ、違う違う違う今のは、ええ、何、違う、これ誰が送ったの、誰が送ったの、いや、俺送ってない、中本伝わって、あ、また誰が誰が言ってきわ、俺は送らないもん、誰分かってるよ、うん、おめえだろ、俺じゃないですよ、これ山下さん、山下さん、片手だろ、片は片手じゃねえ、すぐだめくらおい、中卒ですぐめくら、え、じゃあガイジはさ、じゃあガイジとか言うの、シュリじゃねえわ、俺片輪がさ、お前が言ったの、悪い、別に大してこれ落ちないよ、落ちないの分かってるわ、落ちないよ、全然落ちもなくて面白くもないのに、なんでこんな画像送った、リハビリ行った帰りにちょっと中本食いたいなと思って、あ、ブログで見た、中本行ったろみたいな、いやいや、ほんとね、もうストレス溜まりすぎてやばいの、最近辛いものはストレス発散になるって言いますからね、いや、ほんとそう、はい、俺
折れたまんまで、はいじゃねえよ、まあ、はい、次行こう、はい、はい、ハイテンション、あ、なんかこれ絶対病院じゃん、空港、あ、病院か、天橋さんだ、このか、この帰りにいたの誰、このフードのやつはホストじゃないの、鍋さんじゃないですか、鍋さん、鍋さん、こんなうなだね、うなだねには、俺、水着じゃん、あれ俺じゃないっすよ、俺こんな髪短くない、フードのライトダウン着ない、いやそれは俺も着てるけども、あ、前のやつ、俺も着てるけども、ダイヤくんでしょ、この前のやつダイヤくんでしょ、あいつちょっとぽいけども、なんなら後ろ俺っぽいしの、そうそうなんだよ、ね、うん、でかいから、そう、でもこんな黒髪じゃん、ええガチで知り合いじゃないのこいつ、いや全然知り合いじゃない、あー、じゃあ盗撮だ、違法行為、あのテレビに映ってんのって銀さんですか、俺だね、俺がちょうど総理大臣になった時のクスか、いやあれプーチン大統領選でしょ、昭和63年プーチンでした、絶対大統領選でしょ、プーチン絶対あれでしょ、トランプじゃないの、北方領土の話でしょ、北方領土の話来ましたからね、11年ぶりもう返還されるんだ、あ、でもやっぱ第一次世界大戦、古いな、ヒトラーだよ、まあ、ヒトラーの話、それ2時もね、はい、はい、行きましょう、次、あー、かわいい、ほらプーチン、これ僕覚えてる、プーチン関係ないっす、プーさん、クマね、クマだけにね、うまい、うまい、うまい、ほっこりと返さない、ま、これ酔っ払っちゃって俺覚えてない、覚えてないやつが俺の入ってたんです、ゼロ度変換、でも真ん中あのプーさんじゃないじゃん、あれ甘いゆです、甘さん、甘さん、甘ちゃん、ジェジェジェ、甘さん、俺も甘さんも甘さんだったから、ね、今のダメだったわ、甘さん、俺こんな酔っ払ってこんな顔になっちゃってヘベレケですわね、次やべ、おい、このペースやべえな、早い、あ、ほら、またこんな顔しちゃってる、真ん中のブス誰、俺だよ、酔っ払っちゃってんだ、これ声出なければいい、しかもクラブラテで撮ってるわ、これも覚えてない、あ、なんか奈良原さんはなんか山本美月みたい、かわいい、あ、天湯さんはうざい、それなん顔見た目必死で笑顔にしてるところ、まさかの3文字、うざい、うざい、浮かばなかった、もうしょうもないですね、酔っ払っちゃって、もうだからこうなっちゃったのをね、あのしょうもないって言うんじゃなくって、うん、お前が言ったじゃん、しょうもないって、よく頑張ったねって、痛みに耐えて、あ、感動したって言ってほしいですよ、あ、小泉、うん、高野花、そう、そういうホストクラブでラテはありたい、ほぼそうだしね、今ね、趣里もう酔っ払っちゃってしょうもないだよ、もう最悪だ、もう次声ちっちゃ、あ、同じ、あ、これまた違うとこでまた、あら、あんな状態だったのにまた飲み行っちゃってんの、え、このアヒル口のブス誰、俺だよあ、シュヤさんのこと言ったっすか、いやいやいや、アヒル口してねえじゃない、親指短くね、違う、縦にしてるからだよ縦にしてるからだろ、ふざけんね、ちゃんと見れてんだよ、お前親指短いな、この差だろ、この差だよ、詰めてんの、いや、親指親指短い、ちょっとそう見えるわ、お前バカ野郎、おじいちゃんも同じ指だ、隠せ、この差だよ、このダセ、どっちかじゃん、これ円弧詰めた指は、円弧詰めてねえか、円弧詰めて、いきなり親指だろ、円弧は小指だよ、お前なんで親指詰められんの、一番大事な指だよ、親指つらい、指相撲できねえよ、まあな、確かにちょっと酔っ払っちゃってますわ、それ必要ないけど、こういうのはだから仲いいよ、そういう感じ、ラテはね、親指不満足はやめろ音だけはやめろ、親指だけだ、音だけが好きなんだ俺は、頭不満足が一番ダメだからね、生きてる価値ないから、そう、音だけが好き、速攻殺さないと、あ、次行きましょう速攻殺さないと、あら、ハゲてる、いや、これ天湯さんが俺毎日これで抜いてんだよっていうエロ動画見せてくれ、来ていきなり、真剣すぎだろ天湯さん、誰だよ、女優誰だよ、天湯さんこういうエロ動画好きなんだっていう顔、女優誰だよこれは、え、どういうやつだったの、何者、え、なんかあれでした、あのマッサージ屋さんで間違って入っちゃうってやつでしたね、これ、入っちゃう、入っちゃう、入っちゃう、え、スマートの予定が入っちゃう、女の人がマッサージしてて、見せつけるやつですよ、勃起して、なんか上乗ってるんですけど、うん、たまたま入っちゃうみたいな、最近人気だよね、入れようと思ったんじゃなくて入っちゃった、だからもうスマートしてんじゃん、もともと変わんねえよな、MM でもあるよね、そういうやつ、MM、 あ、マジックミラーゴ、マジックミラーゴでも、あ、そういうパターン、たまたま入っちゃうの、たまたま入っちゃう、もう入った時点で入れられるの分かってんだろ、彼氏が見てるけど生中出しみたいなね、彼氏が見てるけど生中出し、うん、全員女優だわっつって、あいつら、えちょっと文学的すぎたな、文学的すぎねえわAV の話難しいか、いや好きな AV とみんな言ってこいだから振るんでしょ今日、あもう癖づいちゃってんすよ振らない、でもなんか AV の話もこれ AV の話すんなみたいな噂があるから、いや AV の話大丈夫っす、じゃあ好きな AV で言ってみ、お前みたいなやつ女優とかじゃないっす、ね、大島かおる、そう男だよホリエモンの彼女彼氏やっぱりかホリエモンのだよ、だってやっぱりじゃん、ホラレーモン、ホラレーモン、それいいから、お前好きなあれは男優でもいいから、
なんで俺がゲイみたいな。今ちょっとあのネットの方でざわついてるんで、水木のセクシャリティが。あ、まあね、あんまり良くない。ヤマトっていう人のあれで。いやもうほんとやめろ、それやめろ。いやいいんですよ、もうみんな知ってない、周知の事実だから。あ、ほんとに。俺、いやみんな知ってても俺いじられたもん、ムカつくもん。誰なの。いやもう何の話が。うるせえな、お前ほんと殺すの。何の話。ハマシさんとかは AV とか絶対見ないと思うんですけど。何で言ったんだよ俺に、いきなり。ハマシさん多分見ないと思うんですけど。え、見るんすか AV とか。見るんすか。いやいや、だってこれを俺聞きでできないもん今。だから普段から左って言ってたじゃないですか。え、普段から左って言ってたじゃないですか。普段から人にやられてるみたいで気持ちいいんだって。いやいや、それはテーブルトークじゃん。プロとして折れてでも先がしたいもん本当は。じゃあどっちですか。本当は本当は先。ああ、右なんですね。あ、それいい感じ。不器用なら不器用なほどね。あ、でも、あの、ここ、鎖骨さえ動かさなきゃいいから、俺、肘は言うたら、ね、だから、ね、野球と一緒、手首のスナップと一緒。じゃあ、オナニーできるんだ。ね、骨折してる右腕でするオナニーはまた違った気持ちですか。お、今日攻めてくるな、お前な。折れないよ、ね、ほんと。心が折れそうだ。え、シェリ君は別に。別に。あ、で、どういうオナニーが好きだとさ。いやいや、AV 上位だよ。いや、結構好きっすよ。誰誰だろうなぁ、ほんとに。ギンギン、うん、もう言いたくてしょうがない。でも、あ、言いたいんだ。言いたいんだね。言いたくてしょうがない。あの、前世紀見せたのが、あれ。あ、前世紀って何？お前の前世紀。あるよ。あ、趣味の前世紀。見てた前世紀。趣味の AV 前世紀。誰？え、浅見ゆま。結構前だ。前世紀。趣味おっぱい政治なの。いや、俺もそうだけど。だから俺、下北はさ、グローリーデイズ見せたの。何それ。え、知らないの。知ってるでしょ。あれ深田君じゃない。え、下妻じゃないの。下北沢グロリーデイズ。それ長島美子。下妻は深田だから。そう、下妻は深田とあれ、あの土屋アンナ。ああ、はい。下北沢グロリーデイズ。なんだそれ。え、それなんかローカルの。え、あのね、スタンドアップの次の番組。地元の番組。ええー、分かんない。スタンドアップ見てたけど分かんない。スタンドアップの次のもう同じ枠でなんかね、ほとんど出てるのが AV ドッグ。どよどよのクリあの一緒一緒四ちゃんがなんでしょ。そう。ええ。でなんかもうそこも出てるの AV。朝。朝見ま。朝見まじゃなくて。あ、ダメだ。ああ。スタンダップも出てたのが。あれシャケもね。シャミ君、いやじゃ有名 AV じゃ出たじゃん。あ、すごい。朝なんちゃらめっちゃ興味ある。めっちゃ詳しいやっぱ。ギーさん毎日 AV 800本見てますもんね。あ、まあもう辛いな。そんな見てない。電車800本も見る価値ねえわ。クソみたいな AV しかないよ。ひどいっすね。理想の AV じゃどんなんすか。ギーさんの、これギーさんだけ A の質問。監督したら、また他の人と違う。例えば、ギーさん監督ね。単品で出れる。出れる能力があるのに、ちゃんと、JK レイプ。中出し。JK がいいんだよ。全然どんどん。どういう意味ですか。あ、単品で出れる。要するに かわいい子って単品で出るんだけど、名前だけで物がもうクソみたいなもので出る。企画物みたいな。あ、なんか緩いじゃん。あ、やらせる感じ。ただ高翔とかしょんとしょうもないと思って先に見て。あ、ちょっとわかるかもそれ。ハードじゃない。ハード。高翔ってなんですか。え、高翔から。会長の高所でグラビアアイドル、高見翔グラビアアイドル、グラビアアイドルが会長じゃないですか。いろいろ違うね、それ。グルダンの会長、犯罪者の話してねえねん今な。そういうこと言うからよくないな。高所って知らない。グラビアアイドルからいろいろバレちゃって AV に落ちたんだけど、だけど本人は別に AV 別に落ちたわけじゃないとか、あ、自分で選んだみたいな、遠行なんかしてませんみたいな、遠行っていうか、まあそういうのしてませんって言い張ってるけど、まあ実はしてたんで真っ暗なんだけど、何見えたら一緒だな。うん、まあセクシャリティね。あ、セクシャリティ、そう、セクシャリティ。なあ、水木と一緒だね、それね。なんか水木がセクシャリティがどうって最近言われてるっすけどね、すごい。え、バンク見ろ。でもなんかさ、別にさ、でもさ、ガチガチの男が好きなわけじゃないじゃん。え、男が好きなの？女が好きなの？いや、女が嫌いなだけで。じゃあ男好きになっちゃう。男好きなわけではない。セックスの相手誰？お母さん。また違う話になっちゃう。エロ一緒じゃんって。一緒じゃねえよ。ちょっといろんなコメント見たいな。あ、グレートサスケ。いやいやいや、グレートサスケわかんねえよ。グレートサスケはダメだよ。でもね、グレート息子がやられてる。グレートサスケはね、もうあいつはめちゃめちゃ気持ち悪いよ。なんか慣れみを否定し続ければいいけど、今はなんか、あ、ね、ゲイならゲイでいいじゃん、なんか抱きしめるからとか言ってんだ。ほんと気持ち悪い。まあ、要するに、まあ、マスクマンなんでクソだし、気持ち悪いし、人間のして、どう考えても。はやぶさ首の骨折りましたから、ね。あ、やめろ。あ、そうだね。
結構まあすごいな、誰もわかんねえよ。俺プロレスの好きなんで、俺プロレスめっちゃ死ぬしね、サクサクね。え、画像終わったんですかこれ。あ、忘れてた。あ、画像あれ終わりますか。新巻ジョージ死んだね、パチパチパチ。いや、ほんとそうだね。 F すげえ、 F すげえ、痛かったわ。 F の情報量すごいな。 F の情報量すごい。 F さん、お前 F、 お前だけはこんな悲しいって書いた、お前はちゃんと私ですって言いに来いよ。誰だろうこれ F って。すげえ気になるわ、誰悲しいって。お前バカか、お前ちゃんと見れてないの。ああ息子はだって成宮の話したらお尻痛い痛いって言うんだもんね。それ暴露する親ってやばいよね。どういうことですか。誰が成宮の話したらお尻痛い痛いって言うんですか。グレートサスケの息子お尻痛い痛いって言うの。成宮の話したらお尻痛い痛いって無理やりやれてるから。で、無理やりやられてるも、もう大人なんだからさ、無理やりやられてるとかおかしいけど、ね、まあ、そんな感じで。画像ありますか。男対男で無理やりやられるはないからね。あら、誰これ、何宮。水木です。いや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 、痛い痛いの時じゃねえわ。水木宮水木宮もよくわかんねえわ。水木宮おい、倒れてる誰か。俺っす、だからそれが俺で。え、あの、立ってる。あれ、夏の連で。うん、あ、泥棒じゃないんだ。これ、あの、代表の家に連れてかれたみたいで。玄関狭くない、玄関。次の日起きたら夕方代表の家でびっくりして、うん、そう、痛い痛いって倒れてんじゃないよこれ。酔っ払っちゃって運ばれただけで、やられた後でもないし、やってる場所玄関はまた早いよ。ベッドまで連れてってくれよ。さすがにベッドまで連れてってくれよ。即尺はおかしいだよ。高級店かっつって。中出しはやめろ。NS か。え、120分2回、バカ野郎、間に合うか。大事。それができるかどうかだから。次で大丈夫ですよ、これは。はい、次行きましょう。そんな、玄関倒れてるだけだから。あら、速尺。違う。パリピ、どこ見てんの、パリピの人は。酔ってるね。いやー、すごい、ひどい。俺が、ああやって倒れる前、こんな感じだったってことですからね。すごい顔してんだよな。何回転、びっくりしちゃった。何回転。だから、何の話してんの。何分コースだよ、まず。骨が痛い。骨痛いコース。こんな感じで、いいですよっていう。次行きますか。行きましょう。はい。ほら、目がいっちゃって。同じような。水木が目がいっちゃって。目だけじゃねえ、顎も鼻も歪んでんじゃん、お前。いや、びっくりしちゃった。酔っ払って、水木やばいね、これ。酔っ払ってこんな顔になっちゃった。あんま水木の悪口言うと叩かれちゃうからやめようかな。水木のことあんま言わない方がいいっすよ。でもいいよ、お前の客にどう思われても、本当にどうでもいいもん。本当にどうでもいいよ、お前の客にどう思われても、マジで。ひどいっすね。ひどいけどさ、頑張ってる方だもん、俺。それヘルプでいいよ。3回戦。誰 ?3 回戦目。いやいやいや、いろんなとこ移動しながらやるスタイルなんだ。エロい。その何回戦は。どっちがその性癖なの。その、こんな目になっちゃったんだ。ヘベレケな目になっちゃった。目怖いな。目怖えな、これ。酔っ払うとこんな感じになっちゃうんですよ、僕。じゃあ次行きますか。あら、あ、サンドイッチを食べてんだよ、これ。あ、サンドイッチ食べてんだ。これサンドイッチ食べてんだよ。ダメだ、もう何も言えない。情報量ありすぎて何もいじれない。次行こう。もう、なんでサンドイッチの情報ありすぎて。サンドイッチ食べてんだよ、これ。うん、俺も食べたかったの、サンドイッチ。そういうふり見ちゃうわ、もう。見てたもん。サンドイッチ、何者かがサンドイッチをもらうとこ見てたから。じゃあ次。ほらね、そうなるじゃん。なあ、かわいい。ほら。かわいい。とわ。タンス？かわいい。とわと、タンスじゃない。これ、タンス。これ。とわと、あらた。あらたでしょ。これは、ワンチャンかな、ワンチャンスっていうバーで。オーラルかと思った。そう。仲いいんだよ。仲いいと思っとった。それだけだよ。これは何見てもそんななんかゲイだみたいにならないんだね。そうやって水木が出た時だけなんかガーガーだよ、これ。いない人、いや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 、言いやがってよ。いない人いじっちゃうとさ、ガチになっちゃうじゃん。だから俺も言いたこといっぱいあるけど言わないじゃん。天松さんに振って。あ、天松さんどう思います。えこれいや、あそこのなんかタンスの上のあれが気になるわ。あれ何なんだろうこれ。クリスマスのコスプレじゃない。たこ焼き焼き器じゃないの。クリスマスのコスプレ。いや、そういう武器なのかなと思って。道具とか武器、道具、武器、エロ道具、おもちゃ。シュリはどう思う。あ、つまんない。出たシュリまだ早い。シュリがつまんないからのまだ早い。怖えよシュリがつまんない。あ、クリスマスセットツリーだよ。あ、いや
趣里、まだいいね、じゃあ趣里は早くあの自分の企画やりたいだけだよ。ただ趣里の企画あるからね。行ってもいいんだもんね。写真見てもつまんないんだもん。いやそれちじゃあつまるかつまんねえかじゃねえんだって。違うじゃん。なんだこれ売りだからさ。でもこの俺らのニコ生のそのそう出ない間2週間あったら2週間どうだったのみたいな。女の子っていいよね、写真見て喜ぶじゃん。俺別に女の子から写真を買いに行ってもなんとも思わない。女の子とかじゃん。そりゃそうだけどさ喜ばねえよ君にも。俺も欲しいのかなと思うけど。最低だね。んどうせ女の子からこれ受けるって送られてきた動画見ないタイプでしょ。あ、俺も全然。いや動画送られたら速攻見ないよ。 YouTube とかのあのリンクで、うん、絶対見ないよ。女の面白いのか面白くない。俺見ますよ全然。え、ただ仕事だわな。仕事しようじゃんみんな。いやだけどさ負けじゃん。面白いっすよ。お前ちゃんと仕事できたら売れてるわ。次D さんって売れてないんですか。まあ、もうほんといじったら殺すかんのマジで、お前だけは。こういうの俺違う、俺じゃない、俺じゃない、マジこういうのがいい、俺じゃない、こういうのがいい、俺じゃない、俺狙ったらしょ、誰か。このタイミングでまたこんな画像来ちゃう。だから、相手の振りでしょ、これ。こういうのが面白い。タイミングでこんな画像来ちゃうんだ。こういうのは面白い。こういうの面白い。ほら、面白いってしてる。趣里さんが。同じ顔してんだから、いじれよ。やって、もう一回。なんか斜面の方がいいっすね。え、アップとかできるんですか。いや、しなくて、しなくて。アップにしてこれと並べて。アップするかどうか見えてるからやめて。次行ってください、次行ってください。はい、このままいいね。これいいんだ。誰だ、これ入れたの。次、俺じゃねえのかよ。ガラスよ、てめえ。うまいぐらいいけよ。酔っ払っちゃったんす、俺。これ酔っ払ってこんな顔しちゃった。口臭いっつって。臭くはないでしょ。でもちょっと酔ってる自分は可愛いと思ってこれまた送ったでしょ。いや、なんか覚えてない写真あったから送ったんすよ。あんま覚えてる時の方が俺写真撮らなくて、覚えてない時の方が写真撮るんだなと思って。こんぐらい。あ、でもありますよね、覚えてない時ってありますよね。どうしたどうしたどうした。ちゃんとしようとしたったらダメだって。ダメだな、ちょっとあれだな。痛い痛い言ってないよ。痛い痛い言ってる顔じゃないからね。なんで痛くないの。誰がさっきから言ってんの。続きかなと思って。あ、趣里がほらもうどうでもいいみたいになっちゃってんだ。趣里どう、この画像面白い。いや、もういいよ、水木は見すぎたもん。俺しか送んねえからだよ、画像を。いやいや、確かにね。いや、送ってよ、俺。あ、こっからじゃあ、みるきくん以外の画像もゆくゆく出てくるわけですね。あ、もう違いますよ。もうここで終わりっす、俺。これ最後。うん。じゃあ、こっから、みるきターン終わりで、こっから違う人ターンだ。うん。じゃあ、行きましょう、次。あら。絶対みずきじゃん。ほら。お前、お前の。おいじゃない。おいじゃない。誰。ふざけんね、誰の言うこと信じたらいいんだよ。ホスト嘘つきすぎて分かんねえわ。どうやって自分が送ってんでしょ。この空間に俺がいるわけねえだろ。ワンチャンでしょこれ。ワンチャン。ワンチャン。俺がトワ、トワと。トワと俺が。お前やないか。お前じゃないか。トワくんね。飲んだ。飲んだから。撮ったらこんな顔したから。かわいいよね。送ってみた。本当に。鳥の似てるし。かわいい。いいやつ。トワかわいいよね。めっちゃ飲めるからね。しかも。付き合いいいし。仲良くしてあげてください。はい、次。はい、もう俺出ないから。あ、ね、俺キャサリン・ハメ、先日ね、新たがね誕生日だったから、あのダメだ、俺プレゼントをね、決め顔受けるあげたんです。うん、そう、お靴を、靴を、何やったの。靴あげました。書いて、わざわざめっちゃリサーチして、うん、あからさまな足のサイズとか、はい、次言ったでしょ。で、違うんだよ。この画像の右上なんですよね、問題が。右上？うん。何があるの？守護霊。普通に、そう、あの、右上、守護霊いた。写真なんで大きくしないかな。いや、待て。俺やめろ。右上っつってんのに。うん。はははは。誰これ？これ、夏野蓮くんが。俺、何も見えない。壁じゃないの、これ。違います。え、名前。え、選ばれた人にしか見れないやつ？俺も見えない。新たな目がやべえ。一重一重じゃねえか、これ二重だよ。あ、消えたった。消えてんだけど、これどういう顔なんだろうな。これはあれじゃない、もう言えないことしか見えわ。羨ましいと思ってんじゃない。ああ、俺にもちょうだいよ。ああ、キャサリン・ハムレットちょうだいよ。お、じゃあシュリは何て言ってる。丸い。これ、な、これ何言ってるか、これ何言ってるか。俺も見えないんだよね、この人。アマさんこれなんて言ってるんですか。アマさんこれなんて言ってるんですか。骨、骨ちょうだいよって言ってよ。じゃあ次で、あんただよ、あんただよ、逆だよ。でしょうね、でしょうね。あっお前ら送ってみんじゃん。いつねんだ。分かった。てか、ニコ生のこと真面目にやってくれないんですよ、趣里が一番。あんたもどうでもいいと思う。あんたもともとやってた人でしょ。いや、だから
あんた下手打ったから俺がやってんの今。下手打ってないですよ。下手打ったじゃん。下手打ったからやってんじゃん。俺は。趣里がニコ生一番どうでもいいと思ったわ。あんたが放送飛ばしたから俺がやると言ったから。お金払ってんのにマジで。どうでもいいと思ってんでしょどうせニコ生のこと。楽しい毎週毎週。だから俺今日休みでも来たもん。休みなの？うん。偉い。来たもん。当たり前だけどな。そう。当たり前だけど、タイだから。当たり前じゃねえぞ。てかニコ生ってかニコ生あるって分かってたら休まなきゃいいじゃん。ああやったことない。あるごめんそういうのやったことないじゃん。あるって忘れてた。一回もないんだな。あるって忘れてたじゃん。俺なんて普通に仕事も行ったし接客も同業ばっかついてる。いや忘れてたじゃん。今日俺ほぼ男としか喋ってないから。忘れてたじゃん。確かに一緒ついてたもんね。俺同業ばっか。ニコ生忘れてんだろどうせ。同業どうでもいいと思ってんじゃんニコ生。酔っ払ってたもん。あもう30分だ。あ今日 CM なし行けそうだっすね。CM あるよ。2回やんなきゃいけないの。CM 煽られちゃったよ。お前が言うから。CM 行きますよ、行きますよ。せーの、これを見たら、鉄板。なんか、うん、どうしたの？二人になっちゃったから悲しいなと思った。寂しい。まあ、二人の方がいい時もあるけどな。本当ですか？だ、例えば今日は、まあ、隔週でレオラテ、レオラテってやってるけど、来年ね、来年年明けにレラテとレオで一緒にニコ生やろうっていう話があるよね。合同で。どっちも見てる人いるのかな？確かに聞きたい。ちょっと起きるわ。どっちも見てる人いる？こんな失礼な話ねえよ。レオの放送も見てる人いる？だな。いなきゃいないでいいんだけど。ぶつかってきたじゃん。合同で、あの放送する。で、例えば。え、何？レオとラテで。来年、レオとラテで合同放送が。一回やってみようっちゅう話でね。一緒に出るかいね。絶対見たいよね、そりゃ。あ、Y さん見てるの？あ、見てんの。仲悪いのにって言ってる仲の中の感じ違うからお前の頭のが悪いわ。やめろ、いきなりそんな感じやめろよ。頭悪いの苦手だから。やめろ、頭悪いの苦手も俺もそうだけど、こいつそんな悪くねえだろ多分。はい。まあでもなんか あなたはさ、レオの人間何人か仲いいわけでしょ、ニコ生隊と。あ、僕ははい、もともとあのレオだったんだよね。で、俺とか社交的じゃないから、ほんと普通に気持ち悪いと思ってる、ここのそこら。僕、仲いいですよ、レオの人。一緒に野球とかやるし、毎月。俺がこのキャラで。やってるね。俺がそのね、やるし。るよ。このキャラで絡めないよな。ヒーさんが？いや、いけるよ。いけますかね。全然いける。なんですか？いや、全然、だからその、偏見でしょ？偏見じゃないよ。俺の、嫌いとか。よく言ってるけど、俺の嫌いは当たるから 100%。好きは外れるけど、嫌いは当たるのね。俺が嫌いって言ったやつは絶対クソだから。ただ好きって言ったやつもクソなんだけどね。何の話？どっち嫌いは 100% だ。好きはたまにいい人もいるけど、俺が嫌いって言ったら。またホームラン打ったでしょ。またホームラン打ってねえわ。そのホームラン一本も打ってねえわ。いや、バットもなんか全然絡んだことなかったけど、その、要は俺がラテやる前までの人は仲いいのはもちろんのこと、うん、ラテになってから、その、レオに入店したとか、ここ見れるかとか。グループライン見てないガイでね。ここ見れるかとか、ちょっと最近また仲良くなっちゃったし。
一緒に飲んだりとかして、うん、今時の、うん、でも今時喋ってみたいな、どんな感じか面白い、いい子だったけど、やっぱ酒飲み対決で俺には惨敗でしたけどね、あいつは。だからまあその程度の感じなんで、あんまり期待しないでほしいですけどね、うん、そのあの感じは。あ、そう、なんかモノマネとかしてるらしくて、俺の、ここ見るかが、俺のこと好きだから。どうやって？いや、わかんない、何やってるかは。まあ、いや、ルミナスティ何やめたか聞いてみよう。なんでルミナスティやめたか。なんでルミナスティやめたか。いや、ちょっと投げてんの。じゃあ来週のあのクラブレオさんに絶対答えねえだろ。なんでロルカルミナスティやめたのか質問、宿題、これ宿題宿題で冒頭で言ってください。お前ら聞いとけよ。あの、俺ら聞けないから、あのコメントでレスナーが聞いといて。ルルカ、なんでルミナスティやめたの。ラテが言ってたよって。ラテからの質問だよって言ってください。うん、はい。ラテからの質問。俺が言ってたって言ったら絡みたくなるだけだよ。趣里どう？趣旨走り終わったんだけど楽しい。楽しい楽しい。え、趣里趣里見知るある？今日あるでしょ。あ、でもね。おい、シンキングタイム結構あったぞ。あ、2週間あったぞ。全然いつでも何でもできますよ。あ、何でもできる。でもあれ、ラスト。何でもできれば何でもできないもん。いや、一発で行かせよう。おう、趣里趣里見知る。今年最後の放送、ラテ会。あ、そうなんだよ。そうなんだよ。刻め。記憶とマンゴーに刻め。ネギの話ですか。ネギ嫌いなんだよ。あるシュリ君なんかある。あ、そうだな。これやっぱ見てるの女の子ばっかなのかな。いや、そうでしょ。男見てないと思う。女ってなんか本当嫌いなやつマジ嫌いで、うん、あの男もそうだな。あのね、おしゃべりな女っているじゃん。うん。だいたいおしゃべりだと思うけど、女の子、ね、女の子おしゃべりね。漫画とかでもそうじゃん、なんかなんだろうな、あのクレヨンしんちゃんでいたらミサイルよく外で立ち話すんじゃん、おばちゃんって、うんうん、あれほんと良くないと思ってて、うん、やっぱあの統計学的にも出てるんだよね、ちゃんとね。あ、何の話。あの、1日人間どれぐらい喋るか。何語喋るか。日本語普通 に今俺たちも喋ってる。2000語喋るとかでしょ。そうそう、あね、でも正解じゃないけど、全然ね、正解じゃない、全然正解じゃない、正解じゃない、今じゃないか、全然正解じゃないから、そう2億。え、いや、2枠は多すぎだろ。で、水木多分相当喋る方でしょ。俺多分相当、じゃあ人より多い、ね、うん、俺メンズはもう大体基本ね、7000文字喋んの。文字、うん、文字、うん、今俺文字って言った時点で6文字喋ってる。でもごめん、趣里話まとまってないなら喋んない。だから基本、じゃあ女の子どれぐらい喋るかっていう問題ね。はい。あ、女の子が、うん、男は7000ってことね。7000。じゃあその、倍で言ったら1万4000ね。3倍じゃない？じゃあ2万1000ぐらい。どのくらい喋るか、あ、平均じゃ、このヒント、最大ヒントね。あの、平均喋る相手が7人。1日。7万。1日7人喋る。平均。1人に1万も喋っちゃう。無視。人間1人7人ね。7万。喋んの。7万コンビニの店員でね、あの、袋いりますか、いりません。それも1人に加算する。あ、終わりよ、終わりよ。7万、7万。でも俺やっぱりすき焼きとか食べるなら、7万。いや、わかんない。わかんない。まあね、7万有名だもんね、シャムシャム。そんな有名なの？シャムシャム、7万でこうでしょ、高級シャムシャムの。今半じゃねえの？今半もある。7万もちろん。あんましたん？いや、あんが喋ってないから3万ぐらい。ああ、はいはい。早くして、趣里。2万。俺が正解じゃん。いや、俺も近い。あ、そっか。俺が正解の前に俺2000だと2万って言ってるから。あ、それは聞いてないです。ごめんなさい。確かに。確かに。やっぱ喋りすぎってことだよね、やっぱ。あ、男性の3倍喋るよってこと。え、そんな女の子とおしゃべりじゃない感じがするけどね。それ多分独り言回しじゃないの。あ、だから男は聞き上手がモテるって言うんだ。独り言合わせて終わりだ。聞き上手モテる。喋り上手だからモテないもんね。聞き上手モテるって言う。だって喋る上手い人って聞くのも上手いだよな。あ、喋る。あ、聞くの上手いから喋る必要ないんですよ。確かに。お前自分に寄せんじゃねえよ、趣里くん。ちげえからな。あんた聞くのも喋るの下手だからね。マジで。寄せんのやめて。うまさじゃない、俺聞くのうまい、前も。うまさじゃない。もう僕の場合は。ギーさんは人の話聞いてるから的確に話し返せるんですよ。だからうまい部類だ。あげんな。趣里は自分の話をずっとしたいだけだから、多分発達障害と思うの、俺は。もうやめろよ。確かに。確かにそうだけどやめろ。多分。じゃあ世界線が違うんだよ。世界線が違う。本当かっけえな。最近は本当あなたすごいよね。何があったの？俺カビてる。俺と世界線やってんだろ。俺と世界線が違うから。世界変わっちゃうわ。世界線が違うから、だから話合わないといけない。ああ。世界線。
ほんと面白いね、でもさ、男が7000つってもさ、俺らみたいな仕事はもっともっと。いや、それはさ、キャパオーバーなんで、ほんとは。キャパオーバー。だから俺後半喋れないもん、ほんと。でも女の子は2万喋れるから。後半でいつから俺らは2万以上は喋れるよね。あなた後半の方が喋れるじゃん。でも1日平均7人もオーバーしてんじゃん。あー、まあ、まあ全然7人以上と喋っちゃう。まあ人だと思ってないけどね。誰を？いや、お客様のこと。いや、うわ、ギンギンさん、お客様のこと。おい、やめろ。人だと思ってない。思ってるよ、じゃあ、何だと思ってるか。金。神様でしょ。まだほら、フォローの今、たったとき。客は神じゃねえだろ。フォローの茶下げたのに、南春夫チャンス。南春夫チャンスって言うんですよ。南春夫チャンスって言うんですよ。フォローじゃねえだろ。いや、フォローですよ。お客様は神様です。って言えば人じゃないと思ってたら、じゃあ何って言って神様と思ってるって言ったら、おーってなってましたわ、今。疲れたな。何が水木疲れんな。こういうことはある、とこあるんですよね。骨が痛い。世界線が、骨が痛いってずっと一人だけうるさい。でもしょうがないです。骨痛いぐらいちょうどいいっすよ。じゃあ、シュリシュリミシュルのコーナー行こっか。ね、そろそろ。だって特別企画ね、前回ちょっと話したんでね。行きますか。新コーナー MC の行こう。許可があれば。じゃあ行こうか。MC の許可さえあれば。なんだっけ、アマーマヒサシ？アマーマヒサリ？アマーマヒサシ怖いからね。アマーマヒサシのコーナーあるんすか？え、いや、まだない。見て、水木？見て、水ばっかり。水木が言いたいこと言うコーナー。水木のコーナー？言って、なりみはどう思うんだ、言ってやれ。同じだろ？要は、セクシャリティ同じだろ？うん、俺らが女の子のことを好き。女の子が男の子のことを好き。つまり、生まれてきて異性のことが好きっていうのの、理由、当たり前のことなんだけど、この理由がわからないでしょ、多分。それ理由話して、じゃあなんで女好きなの、じゃあなんで男好きなの、明確な理由って難しい。わかんないじゃん、絶対。なんで好きなのって言っても、いや、それは、みたいになるじゃん。同じように、男が男好きな理由も、女が女好きな理由も、わかんないから。そこに関して、ちょっと違っただけで、やんや言うの違うから。いや、俺もそう思うよ。で、ゲイでもいいと思うし。別に違うから俺は。あ、ゲイではない。あ、突然。あ、コメントの方ね。コメントの方ね。ちゃんとしたお仕事モード。俺は違うから。あ、びっくりした今。お仕事モードってやめろ。プライベートゲイか。あ、え、そうなんだ。ずっとゲイだと思ってた。なんで、あ、本能ってやつだよね。だから本能にさ、本能を裏切って同性を好きになるっていうのは、知的なのかもしれないね、もしかして。人格が違うんだよ、そもそも。そう、知的だと思う、それは。かなり知的なのかもしれない。賢いと思う。理由があって好きだからね。異性を好きは理由はないけど、同性好きは理由あるかもしれない。ああ、いいね。もしかしたら。浜崎あゆみじゃない。いいね。もしかしたら。うん。だから、そうだね。シェリも喋ろ。いや、輪郭が違うんだよ、そもそも。輪郭？何？何？何？輪郭？だからこのご飯なんで好きなのと一緒じゃんだから、結局。何ですか理由言えない。いや、言えるよ。美味しい。言えるよ。味覚の問題じゃん。磯の風味かとか言えるよ。味覚の問題じゃん。磯の風味が好きとか。海苔かな。だから、ほやほや。そんなことでいい、そんなことでいいんだったら、何で好きなのかって言えるじゃん。あ、そのぐらい。そのレベルでいいんだったら。そもそも理由がないんだよ。味覚の問題じゃん。だから、輪郭。恋に書くか。感覚の感覚って書いて。あ、恋の感覚ね。輪郭？恋の感覚で輪郭ってものを相談して、こいつが狂ってますよ。男女でもなく、この女が好きっていう理由も、輪郭の問題だから。味覚と一緒だ。聴覚とか。なんで音聞こえんのって。耳があるから、そんな簡単なこと言えるんだ。五感なの。聴覚の問題だから。可愛いからっていうのは視覚だけど、可愛くなくても好きは輪郭。輪郭なんだ。ああ、なるほどね。あるもんね。ビビッときたのか。視覚から入って輪郭につながる。連動するわけよ。あ、全部繋がってるの？そう、繋がってんの。この顔が好きなんじゃないよ。連冠ってやつ？顔はみんな見えてるし。じゃあ五冠に連冠も入るの？はい。幻の。シックスさんみたいなもんだよ。シックスセンスみたいなもんか。そう。右腕かわいいの、シュルシュル。ありがたいよね。シュルシュルってとこ。シュルシュルミシュル。あ、作ってくださったんだ。シュルシュルミシュルのコーナー。いや、でも好み大事だからな。女の好み。レンさん。あ、レンさんじゃ。銀さん。おい。レンさんって。まあね、多分連覚入ってるよね。連覚あるっすか？連覚ない。恋する感じが。理由があって好きになることしかないってこと。頭で分かって、こういうとこが好きだから好きって。あ、それはもう理屈の問題だ。これ理屈は連覚じゃないもんね。連覚じゃない。でも理屈じゃないか。好きなの理屈じゃねえか。好きになんでいけないの？ほぼ。もはや。すごいかどうか。すごいかどうか。
すごい女が好き。すごい女が好きとかじゃない。好きとかじゃないけど。すごい良くなきゃだったって。すごい良くなきゃ嫌だ。もうダメだ。まあ多少の柔軟性でしょ。うん。あー、理解と寛容ってことですか、それは。寛容の度合いと理解。深いな。ダメ、ちょっともうダメだ。違う話。うわっ、銀さんが違う話してる。だって、連覚チャンスだぞ。連覚あるだって。俺っすか、一番怖えわ。俺はないかもしれない。違うだから、こいつ。いやいや。あと、思っても言わ、本当のこと教えてくんないじゃん。いや、俺はほん、いや、あんま言えないですもん、自分のことは。まあ、あると思いますけどね。例えば、俺明確に女のタイプがあるけど、言えないもん。あ、でも俺はないかもしれない。当てはまらなすぎて、皆様が。俺はないかもしれない。言えないから。シュリはオッパを今日なんか好きなんだけど。いや、そういうんじゃないんだよ、ね、俺もだよ。だけど別にさ、そうやってセックスするのがオッパ大きい子がいいだけで、付き合うのはさ、関係なくない、オッパなんて。うん、関係ない。でたまたま今俺が胸キ入ってるだけだって。胸キ本当に失礼な、マジで。ジュラキみたいな。やばいよ。胸キ入ってるだけだから。何胸キ、何胸キって何だよ。本当面白いね、君ね。流行語大賞取るよ、それは。マジキ。あんた天才だよね。あんた最近何なの。胸キ。今のシーンの連覚の中に胸が。胸キ。胸キ。胸キ。勢力機じゃん、ただの。じゃあ。胸キ。胸キ。胸キ。胸じゃない気もあるけど、去年違かったし、やっぱ去年何、去年何期、去年何なんだろうね、去年ね、なんかでも去年全然連覚し発達、もう連覚出してないから、2015全然出してないから、2016はどう、今年だから、だからそうだね、ドッキングしちゃったんだよ、胸キと連覚合体合体したの、ドッキングしちゃったの、アッポペやめてよ、もうそんなやめてよ、すごいなんだ、じゃあ、天下さん、天下さんの連覚じゃん、何期、何期、天下さん何期っすか、今胸キだよ。胸キって来る本当。いや、僕は来てますけど。結構何年か胸キですけど。いや、今はどっちか、寂き。寂きって何ですか、寂しい。骨が折れて多分弱ってるからだからと、もう。あ、いい子がいる。家で本当一人言ばっかり出るから。肩の骨ボキじゃないですか。えって言うと思ったんですけど。いや、そう言うと思ったけど。それはね、言うと思いました、本当に。医者料を取るよ。ボキ、ボキじゃないですか。ただ単にボッキ、あ、やっぱそっちね、ほんとアムジたち、ただ単にボッキ、よし、行くぞ、CM 行くぞ、CM、 これを見たら、鉄板、今日見てんのはやっぱラテッコなのかな、え、何の話なんですか、いや今日、うん、あ、コメント、コメント結構リスナーが ラテッコ見てる、ラテッコ、うん、そうだよね、フジッコ、フジッコ、おまめちゃん、え、あ、骨っこは骨っこ、骨っこ食べて、あ、あ昔のやつ、骨っこ食えや、昔の犬の犬のやつじゃないですか、あの時の犬死んだんだろうな、あの時の犬はもう寿命の問題ある、寿命、ゴールデンレトリバー、いろいろあるんですぐ死ぬから犬、シュリどうしたの、あのね、手遊びが売りだから、シュリはね、うん、落ち着きがないから、
あ、でも発達障害の特徴らしいよ、ね、ゴリゴリ行くなお前本当付き合って大丈夫だそんな話して。いいんすよ趣里は。あ、いいのね。ごめん気にしないし気にしろあ、ほら趣里くん次のってやっぱにもう人気出てるね。あ、趣里趣里やっぱ趣里趣里ミシルが、うん、しようかな。うん、いいよやっぱね、もともと知ってるって出してよ。もともと用意してこない趣里くんが好き用意しちゃ絶対ダメだからこれやると思ってんのにさ用, 意用意してこないのが本当好き。全部即興でやってる。絶対正しい。それで本当正しいから、あなたは何も用意しなくていい。ミーティングも来なくていいもん、究極はね。本当に、究極はそうだから。スジミス的に来るけど、来なくても俺はいいと思ってる。信用してるから。やった。バケる。本番で結果出すタイプ。バケるから。練習しないけど。台本読まないで。台本読まないから、本番で。そう、うん。読んでも覚えないから。いいんだよ。これでいいんだよ。これでいいんだから。シュリ君はシュリ君。わかるもん、お前シュリ君指名する気持ちってわかるもん、やっぱシュリ君だなと思う。あ、俺喋ったら、あ、そっか、いいのか。なんでもいいよ、いいよ、いいよ、コーナーだからね。うん、そうだね。やっぱ問題形式にしなきゃいけないのかな。あー、確かに。なんこれも、シュリ君疑問系いらない。ただ単純にいいやつ。あ、いい話。あの、シロアリ知ってる？シロアリいきなりかよ。いきなりシロアリ。家崩壊させちゃう。そう、木食べるやつね。そうそう、うん、あのそう見たらすげえなんか、なんかシロアリ駆除とかあるじゃん。害虫、害虫で、ね、アマゾンに住むシロアリって本当に、うん、人間もね、本当に真似してほしい、うん、アマゾンって濁流がすごい多いわけ、うん、濁流知らないやつも多そう。川がすごいのね。すぐグワーってね、うん、シロアリもやっぱその被害めちゃめちゃ受けるんだよね。アリも受けるんだね。シロアリですら、昔 CM でやってた100人乗っても大丈夫の CM を、稲葉物置ね、めっちゃあの狭いところに、うん、シロアリって自分一人じゃ溺れちゃうから、うん、100人乗っても大丈夫みたいな感じでシロアリ同士めっちゃくっついて濁流をね、あ、噛み合ったりするの。そう、で一緒に流れんの。その濁流を乗り越える、流れながら、みんなでもこうしながら、あ、離れないんだね。俺その動画見たんだけどめっちゃ感動したそんだけ。あと、でもいい話だね。いい話すげえ。でもスクラム組んですぐ次の話来るんだ。え、でも言ったら俺あれ、じゃあ同じ似たような話で好きな話、ミツバチの話あって、いい、ミツバチってスズメバチが攻めてくるんですよね。スズメバチが肉食だから巣を襲ってくるんですけど、スズメバチ来たら誰もミツバチ勝てないんですって。大変じゃねえ。じゃあ問題、はい、どうやって倒すでしょう。あったかくして、みんなでギュッてしてあったかくして、死ぬ温度が違うからミツバチの方が我慢できるから、スズメバチの方が低い温度で死ぬから。あ、違うっす。正解はスズメバチをみんなでガーッ囲んで玉みたいになって熱の違いで殺すんです。一緒や、言ったじゃん塗ったじゃん。しかも、まあ、日本ミツバチな。あ、聞いてなかった。あ、で、ちなみに言うと、ミツバチも一番近くにやってるやつは死ぬらしい。ああ、で、羽をこう震わせて、あと、あったかくして、バタバタみんなで玉になってスズメバチ一匹殺すけど、真ん中の方に行ったやつは死ぬ。うん、で、真ん中の方に行きたくないけど行くんすよね、一番最初に勇敢なやつは。でも勇敢なやつはこうやってパッて行って、でもそいつ死んじゃうんすよ。これ思い出したのが音楽で習ったイカロスの話なんですよ。おー、翼知ってる？太陽、うん、そう、理由は分かんない。ローで固めた鳥の羽で飛び立って太陽の温度で溶けて死、うん、落ちて死ぬっていう。で、勇敢なんですよ。勇敢じゃない。勇敢じゃない。生きたかっただけじゃない。イカロスの翼っていうのにカードあるしトラップカード知ってます？イカロスの話とか分かるよ。昔ギリシャの、うん、写真はね。そうだから、そういう、だから人間にできないこともさ。理由なんで、イカロス理由なんて何なんだ。あれはその勇敢さを見せつけるんです、うん、あとオリンポスとかでかい声で言ってね、ちゃんと。みんなほら、いいじゃん。あ、わかった。俺なんで喋らないか、じゃあその話するわ。あ、はい、なんで喋らないか、その話って何？始まったわ。すげえな、導入がウケんな。うん。何？俺やっぱ声ちっちゃいし、あんな、なるべくあったらほんとね、喋りたくもないんすよ。うん。なんで喋らないのか、人間で喋らなくて無音が一番心地いいんだよね。なんでかって、これもうぶっちゃけ統計学的にも出てるし、ジョン・ケージ知ってる？ジョン・ケージ？ジョン・ケージか。ケージか、どっちなの？ケージだから犯罪者？じゃあ、アーティスト。わかんない。アーティスト。あ、わかんないな。4分33秒って知ってる？あ、無音の曲でしょ？お、そう！あれね、マジすげえヒットしてんの、あの曲って。4分33秒間、ずーっと無音なの。でも、オーケストラでもちゃんとある。あ、そう、みんないるの、ちゃんと。指揮者がただ単純にこうやって出てるけど。
それちょっとハスに構えてるのなのに、なのにあんだけ世界で評価されてるってやっぱり人間って無音が好き、無音が好きなんだよ、うん、俺なんか地元の友達とかと居酒屋行くとやっぱ無音多いもん。でも心地いい。でもさ、今これ仕事でやってんだから好きなことする時間じゃないじゃん。俺も喋んないし別に普段は。でもこれ別にさ、お前喋んだよ普段も絶対。違うじゃん。でも好きなことを仕事にできるっていいことじゃん。だから俺好きなことを仕事にしてんだもん。無音で無音で。だから俺今幸せ、だから幸せ、好きなことで仕事してんじゃなくて仕事で好きなことしてる。逆に君面白くなってる。逆に俺は幸せ、急に来たよね。あんた異常、あんた異常者だよ。俺は幸せもん。あんた気違いだよ。あんた面白すぎるよ最近マジで。俺は幸せもんなんだから。無音で仕事してる。無音で仕事してる。俺は幸せもん。あんた結構喋るよ。言いたいことあるときは。あんた喋るよ。言いたいことあるときは。何があったの最近。俺は幸せもんなの。ここ何ヶ月かで何があってこんな面白かったの。俺が好きなのはさ、うん、その音楽の話で言ったらさ、うん、F 分の1ゆらぎの話が好き。あー、知ってます。でもなんかさ、しょうもないやつもさ、持ってるじゃん、あれ。そうそうそう。辻のぞみとかもそうって言うじゃん。あー。F 分の1ゆらぎが。宇多田ヒカルとかね。そう。あるね、なんかあるね。宇多田ヒカルすごいでしょ。モーツァルトの曲とかね。うん。あの、音楽に F 分の1ゆらぎっていうね、うん、あの、音の波形の。があると。形があると。癒されるというか。人に癒し効果をもたらす。うん、で、喋り方とか、スーパーそう、声のトーンとか。スーパーフライ。電車のガタンゴトンにも入ってるってね。ああ、だから死んじゃうんだみんな。それ関係ない。飛び込んじゃう。気持ちいい。心地いいと人は死ぬんだ。小岩で死ぬって言う。心地いいと人は。早いから。とか、あの、逆再生するとみたいな好き。ああ、ビートルズの曲みたいな。そう、逆再生すると、ね、実は隠されたメッセージがみたいな好き。逆再生しちゃダメよね。いいよね。だから暗号、キャリー暗号化されるんだよ。パミパミの、うん、ポンポンポンっていう。ポンポンポン。逆再生すると。どうなの？んぽんぽんぽん。すごい悪いね、言葉が入ってた。あ、みんな死ねみたいな。全然知ってるわ、それ。そうなんだ。あるから、あれはその、うん、地球とか人類滅亡させるために作った曲だ、なんて言われて。誰か、中田康隆が作ったの。そうそうそう。中田康隆がそういう思想の持ち主っていうかさ。あー。噂されてますけどね、今ね。あんな。あの、YouTube あるからみんな見てみて。なんでも YouTube あるから俺そんなんばっか見てんだよ。ああ、わかるわ、なんか。いつも。いいよね。気持ちはね。いつも。都市伝説。あ、いいよね。ある、都市伝説ある、いいの。ありますよ。んそれこそこの前、あれ来るって言われてましたよね。地震。地震が来る？この前、ついこの前言われてましたよ。あ、そういう災害現象も、アキラが一番好き。トラフ地震だっけ？じゃあね、東京オリンピック当てたやつ。東京オリンピック当ててです。地震関係なくなっちゃったもんね。でも、だ普通に地震もあるし、災害もある。テロもあってるから。アキラの漫画の中で。藤井アキラ。あ、漫画の中で。あ、漫画の中で。アキラってあれね。あの、世界的な。アキラっていう漫画かも。アキラ漫画じゃない？え、めやばいよ、あの漫画。めっちゃ有名な。超有名な、ね。全部当てちゃうんすか？いや、東京オリンピック見てないからわかんないけど。もうずっぽし当てたし。漫画の中で？そう、漫画の中で。作者がすごい。その漫画はもう3、40年前の漫画。3、40年前の漫画？そんな前じゃねえだろ。それは前ですよ。そんな前だっけ、アキラって。アキラめちゃめちゃ昔。じゃあそこ見れば、今後の日本の全部分かっちゃうの？多分東京オリンピックが多分最後かな。それはもう当ててるよ。全部当てるんだ、テロとかも。すごいね、びっくりした。ゾッとしたもん。ゾッとしちゃうね。ゾッときた。じゃあ今日はゾッとした感じで終わっちゃう感じ、あと5秒だよ。ってことはもう来年だね。議員さん早くまとめて議員さん鉄板聞こえない、聞こえない。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。